はい、どうも。タクタクでハサミやっていきましょう。みんなに話しかけてこの人の個性を探すんだったよね。そういえばゾウさんにプレゼントをあげたんだ。お返し楽しみだな。片手で持てるものをあげたんだ。ああ、もう片手があれですからね。風船で確かゾウさん埋まってましたから。なんだろう。あ、風船のことかな。クイズに正解できたらいいものをあげよう。僕がみんなからもらったプレゼントをこの中から全部選んでね。え？風船がない。もうない。残念。考え直す。こういう、これが全部クイズなのか。ゾウさんにプレゼントあげたんだよ。食べ物はあげてないよ。なるほど。どうだった？え？面白かった。ふふふふ。何が？何が？ちょっと待って。ちょっと待ってね。聞く順番を間違えたかな？聞く順、こいつから話しかけていいか。黙らせる。おい。何？穏やかじゃないぞ。ゾウさんに何をあげたんだっけな。見つけるものではなかったな。見つけるものではない。うん。片手で持てるもの。黙らせちゃった人がいて、この中入って、あ、入れる。うん。ちょっと待って！あるなしクイズだよ。うん。ちょっと待って！何これ？ある。何これ？ゾウさんには水の中に入れても平気なものをあげたんだ。うん。何をあげたんだろう、結局。ちょっと答えてみるか。食べ物をあげてないからね。火ばさみ。あ、鉄火巻きは食べ物じゃない。食べ物だ。あ、違うね。洗濯ばさみ片手で持てる。クジラ、ラジオ、タンス。え、どれ？洗濯ばさみじゃない？他には？他には？野球ボール？他には？スリッパ、シュノーケル、もうない。何正解？これ、俺ゴールいけるかな、これ。個性って何？今俺個性探してんだよね。こっち先やるか。いや、これはあるなんでしょ？期待にはある。何これ？友情にあって勝利にない。横浜にあって仙台にない。目的にあって手段にない。風鈴にあってセンスにない。友情にあって勝利にない。横浜にあって仙台にない。なんだろう。あるなしクイズ得意みんな。これ適当なんじゃないの、生卵。友情、勝利、横浜、仙台。なんだろう。石炭にはでもあるでしょ。機体にはないんでしょ。廊下には。廊下にもないです。踏切にはでもあります。おお、何だったんだろう。すごい、正解おめでとう。これあげる。谷を30個。これ何だったの、答え教えて。適当に言ったからわからない。ちょっとコメントで教えてください。これわかる人。面白かった。これは何だろう。あ、ガチャ引く。10回引く。10連。SR。うさぎ年で浮かれる。人、人最終形態ね、これ。このカードは、のしまで来ない。うさぎ年で浮かれる人にのみ、デラギアできる。まれまれ相手のモニーニを1枚ランダムでバレスに送る。これ何これ？
みんなカードだ。パンダ殺人事件でもレアなんだ。いちごちゃん、うん、強いのか俺。勇者パーティーを追い出された、戦士佐々木追い出されそう。追いぼれてるしハゲてるし、ノレスス鼻かんだ後のティッシュ。無え相手のパマを一体のボンボを無効にする。なんだよボンボって、パマをって何。ゲーミングギロチン、ゲーミングギロチンよく光るからね、ゲーミング系のねキーボードとかマウスはね、うん、SR らしいです。相手のそのパマをって何、ノーパマをにする。あ、かわいいのにバッタリーがあるフランケンちゃん、かわいいよ。まれまれ、これなんか伝説のドラゴンの方が低いよ。このカードは効果を持たない。伝説なのに。ミントちゃん、ミントちゃんゲットだ。偉大な顎何これ。余興を見ます。これは楽しい。トレカここでコンプリートできるかな。時間引くぞ。抽選所、雪男 SR が最高か。ミントちゃんがかぶったわ。臭い人なのこの人。ただの JK とかその辺に見えますけど、お米4粒自分と相手のパマオはいないソニー。これ何、これヤバすぎる落とし穴。これも SR のカンガルー出た。パンダ殺人事件かぶる犬。このカードは、デラジアンヌになるとき攻撃3を3人と3として扱う。何それ。プリンプリンおばさん、相手の層の最も攻撃が高いパワーを1枚バレスに送る。これでき戦えんのこれ。カードゲームの10回引く。てかこれ種減ってなくない、これ臭い人。229でしょ種ね。あ、減ってるわ。待つ人で間違える。うわ、一部の人にしかわからないストリートファイターのガイルの戦闘方法。エビチリ、マジ知らん人や。あー、ポムポムプリン大丈夫か、怒られるぞ。これ一番最初に出た SR の人だ。 AI が書いたルックキリン、これ本当にそうなんじゃない、書いてるの。出た、ガイルにいない鳥肌のゆるキャラ。あ、鳥取だった、ごめん。鳥取のゆるキャラなんだこれ。昔パパに鳥取くんっていたけど。勇者のトイレ、勇者というよりは富豪のトイレという感じがしますが。で、これ全部引こうよ。これ以外ないでしょ。ラード、豚の脂だからな。あ、これいいね。 SR 感、ようやくここに来てなんか SR 感あるやつ来た。かっこいいやん、アイスゴーレム。氷出しマジン、アイスゴーレム、いいね。なりきんなつぼなんかあれだね、これはね、絶対強欲なツボ意識してるね、これは。勇者レベル1。このカード効果はまたな、伝説のドラゴンといい。魔法少女マジカルドリミ、どっかで見たことあるこれ。マジェスティックシールド、それっぽいカード。謎のスイッチ、アンズちゃん、シンルチュー、アンズのお酒、シンルチュー。うわー、精霊召喚、シカメニュトゥーラー、臭い人だ。お、これは、あ、やばい。妖刀、小立ち、ヤタガラス、かっこいいやつ。フラフラダンス、献血しないよ、点滴しながら。あ、ウサギの木で浮かれる人なんかだ。よーいどん、いいね。あ、コアド持たないよ。ウサギの木で浮かれる人、あれさっき SR じゃなかったっけ。え、うさぎ年で浮かれる人は、うん、3だな。あれ SR のうさぎ年の人は、あ、最終形態だからだ。デラジアってなんだ、強そうだな、確かに。
で、まだこれコンプリートしきれてないの、これふわふわプリンでしょ。うんこザウルスだ。殺戮、あ、人形島いいね。偉大な顎がそんにいるとき、このカードは2回ボンゴできる。失われし左腕。お、これやべえぞ、これ完全に来るぞ、これエグゾディアか。右と左と足もあるな、これな。あと頭もきっと。ピンファイターエナジー、これかっこいいよね。うんこの輝き、いや、これコンプリートできる感じしない。あ、カピバライダー、あ、また出た、トカリフ。ただの実戦中じゃねえか。素敵だね。怒られるぜ。心霊写真どっかで見たことある、あの男の人として。ノレスス、あ、可愛い。朝起きたらなぜか横で眠ってた知らない少女。こんなシチュエーションマジ起きたことね。ミンタちゃん、ていうか引く、出た。今のなんだろう、今のフーンってやつ。これ多分あれだ、確定演出だ。 SR 確定演出。あ、待って、違う、左上見て、なんかライフが人つけてるぞ、これ。なんかブラウンスライムやばい。うんこ、うん、あ、復讐する人。これ持ってない。ビルダーの汗ももらえ、飲みたくないよね。じっくり引く。あ、ルックキリンのトリミング。うわ、来た、うちの人左腕。右腕と何が違うのかちょっと分かんない。同じだっていうの。ジャックソード、かっこよ。これかっこいいね。で、これかっこいいカードってあんま使えなかったりするんだよ。いちごちゃん、クリカソ、クリカソ、クリカンかと思う。クリカソ GO、 ポケモン GO 的な。ニンジンシャーク、あ、忍者シャークだった。なんか忍者シャーク、忍者っぽいナルトのサメっぽいやつ。忍者っぽいナルトはもうナルトが忍者だ。何が言いたかった、サメっぽいキャラナルトにいるよねみたいなことを言いたかった。プリンプリおばさん、さっき聞いたのよな。人面鳥、これもったね。カブトムシ、うん、いいね。バッタリーガール、ミイラちゃん、かわいい。うんこの輝き、ジャクソードも持ってる。待つ、出る、間違い。いや、これコンプリートできっかな、これ。これ引いたのよ、これ引いたい。あ、こいつ持ってない。ルッキングキリンミニオンズなんだ、これは。世界見通す王のゆずこふかふかパピーを手に入れた。ペンタブウィッチ、あー、ペンタブウィッチかわいいじゃん。うん、人面鳥、これどう。 64%、 あと40、え、36枚か。コンプできっかな。あ、ヒコリキコリ、これ持ってない。コンプできるかな。何回引きは、あ、でも右足と左、あ、今持てなかったっけ。トイレットペーパー1ヶ月分、結構嬉しい。誰だっけこれ、あの優しい人、北斗、北斗友情破顔剣、なんだっけ名前。シン、シン、いや、シンじゃない、シンじゃない、シンじゃない、トキだ、トキ、トキ。嬉しくなっちゃった。ゾンビちゃん、これ好き。こういうシーンじゃ、プロレスラー、ザ・ロック、テンムス、達人、うん、チンコウって何やろ。さあ、一回引くってのはね、ケチくさくていけます。人面鳥、ふわふわプリン、いや、これ、あー、俺の好きなカード、アイスゴーレム。お、足は足。あ、クソザコケルベロス。弱いんだ。あー、そういう意味で、ね、クソザコってね。よしよしってされちゃうやつね。デスハリネズ。実家引こう。デスハリネズ。なかなか引き終わらないね。いや、被り始めたな。伝説ドラゴン、
こっちの方がなんか珍しい。これ好き、何気にこの写真のやつ。ペントウィッチ。やばいな、この実況自体がね。あ、のんちゃん可愛いじゃないですか。あ、これす、伝説スーパーアイドル、読めねでも攻撃力1だわ。コントロールできるらしいです。あ、魔女しかめと精霊トゥーラ、これなんかあれだ、実際。あ、もう、なにこいつ、弱そうなのに。スイソールド SSR とかはないですね。キコリキコリに手に入ったな。これ、これも持ってる、これも持ってる、持ってる。あ、これ持ってない。邪教の宣教師、いいね。眼帯かけてるあたり、意外。エビさん、これ持ってないんじゃない。これ持ってる。ザロック、これも、これもダメそうかな。ダメ。あ、ハイブリッドモンスター。いや、これもあれですね、最近のやつを、あれですかね、プリウスミサイルみたいなことですか。これは結構そういう車を乗る人ほどおじいちゃんで、こ、何これ、究極の力を手に入れよう。はい、ウルトラレア。ちょっと UR これかー、光かー、高速ババアかー、確定したか。あ、待って、 AI 没影の怨念、かわいい、自分のちょっと待って、 SR 出た、 SR 出たよ、SR 出たんだけど、80% か。オッケー。お米4粒。UR じゃないこれ。UR が多分、まだ出てない。え、何が出てないかわかんないね。微笑みデブ、これ来た、これ持ってない。ゲーミングギロチンね。ちょっと見て、一回。わ、あ、ここか。あ、持ってる回数。個数ね、枚数ね、出てくる。あと1、2、うん、3、3でしょ、4、5、6、うわ、まだ結構あんね、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20、あ、まあ、20枚以上あんじゃん。よし。自分を取り戻しました。今こんなことをやっている場合ではないという、取り返すのに随分時間かかったな。ちょっと話しかけてみよう。私が今何をするのか分かるかもしれない。ああ、個性が欲しい。とりあえず聞き込み。ああ、しまった。結局は、結局はこいつのを正解しなきゃいけないってことか。なんだろうね、食べ物をあげてない、身につけるものではなかった、片手で持てるもの、何個かってことだよね。うん、水の中に入れても平気なもの、水の中に入れても平気なんでしょ。この水の中に入れても平気っていうのは人それぞれによって価値観が違ってくるってところはありますが、例えばまあ、洗濯バサミは通常入れないわな。ラジオは絶対ダメだよな。タンスも片手持ってない。いい、野球ボール、野球ボールとマッチはダメだよね。水の中にシュノーケル、うん、これ、うん、でもスリッパ入れないし、こんなもんじゃねえか。違うんだ。なんだろうね。洗濯バサミ、野球ボール、スリッパ、シュノーケル。この辺だと思うけど。ダメか。一つだけとかかな。水の中に入れてもいいもの。シュノーケル。でもシュノーケルだったとしたら、ゾウさんシュノーケルいらない説あるからな。
だって鼻使えるから。野球ボールだっけ。食べ物ではないって言われたからさ、一番ぽいもの、一番ぽいものなんだろう。片手で持てるもん。なんかもっとヒントないんかこれ。片手で持てるものでしょ。片手で持てるもの、片手で持てるものの代表格は野球ボールだよね。鉄火巻きは絶対いらないし、洗濯バサミだけ。一回黙らせてみます。シュノーケル、野球ボール、これぐらい。くっそ、明日打ちしちゃった。下打ちしちゃった。ラストチャンス。洗濯バサミは普通水に入れても平気ではないという認識。野球ボールはでもどう考えても入れても大丈夫だよね。シュノーケルだって水の中ですか。スリッパも大丈夫。やっぱ洗濯、まあこの3つか。黙らせてやる。よし、おい、ツアが持っていた個性を拾った。何だったんだろう正解は。これあったのかな正解なんて。ありがとう、私のために個性を見つけてくれたのね。ダメだ、こんなの私の個性じゃない。なんだこいつ、せっかく探したのに。殴ろうか。怒りという感情しか持たない。怒りの権限かにさわはさみが怒ってる。私はもっと私にふさわしい特命の個性が欲しいの。無理だよ。うわ、辛辣。こんな急おしらいの個性は君の個性じゃないから。なら私に個性はないってこと、諦めろってこと。そうじゃない。個性ってのは急いで作るもんじゃなくてできてるもの、つまり結果なんだ。できてき、できてるもの、うん、それはそんなこと分かってるけど、でもそれでも欲しい個性が、うん、剣の言うことは正しいよ。個性ってのは作るものじゃなくて、悩み悩んで苦しんで何度直そうと思っても直せない、どうしようもない自分の特技、それが個性。君のその苦しみはすごく豊かな個性だよ。慰めに聞こえるだろうけど、これは本音。この苦しみ自体が個性。そんなこと考えたこともなかった。ありがとう、ちょっと楽になれた。俺にこれをあげるわ。愛を手に入れた。愛か。今持ってる感情が愛と怒りだろ。やばいやつになりそうだな。なんか変わったか。う、あ、泣いてる。う、ヒグ、ごめんなさい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 。やばいやつになった。ぐー、あー、頭が痛い。どうしたんだよ。う、頭が割れそうなの。だ、大丈夫か。う、苦しいよ、辛いよ、悲しい、悲しい。だ、ちょっとこれ慰めてあげろ。いやだ、悲しいことがこんな辛いなんて知らなかった。お、おい、とりあえず落ち着いて。いやだ、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 いやだ。お、おい、う、う、う、あ、あ、こんなに苦しいなら感情なんていらなかった。あら、壊れちゃった。ちょっと待ってね。俺のカードコンプリートの夢が、いや、そこじゃないと思う。カニサワ、カニミちゃんいなくなっちゃいましたね。はい、ということで、ちょっとなんか大半カードゲーム、カードを集めてるだけのゲームだったんですけど、カードを集めてるだけのことをカードゲームというかわかりませんけども、なんか、感情はなんかいらなかった。こんなに苦しいなら。心に響くね、言葉が、うん。感情さえ捨ててしまえば楽になれるかもしれない。なんか、
辛すぎてこう無感情になる人とかいますよね、周りに。一人二人ね、一人二人いたりいる時点でちょっとあれかもしれないけど、なんかちょっとわかる気がします。見たことありますよ、そういう人。はい、というこの続きはまた次回やっていきましょう。それではしたっけ。